どさ、そんなやつだと思わなかった。謝ることしかできなかった。僕は誰からどう思われたいの。フラッと見つけた小麦畑、肩を並べてた希望の種、流れゆくまま身を委ねてみる、そんな生き方がしたいと。ねえ誰か教えてよ、君らしく教えてよ。笑い合えてるのは孤独を感じること、包み込むための